3, 2, 1, 0.7月の3日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーキヌ。7月の3日、今日は波の日だそうです。嬉しい時、悲しい時、僕の方を去るのは、それは波だ。明日南波まで行ってきます。それは大阪の南だ。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。結婚うち祝いのご注文が多数、結婚うち祝いはお任せください。今日はスパゲッティにとろ昆布かけてみました。さあ、どんな感じでしょう。食べてみます。バッチグーです。緊張もっちゃん、昨日また電車乗り過ごしたらしい。嫁さんにむっちゃ怒られてました。おしまい。